はい、こんにちは。今回は負けるはずのない試合に負けて人生が狂ったボクサーを紹介いたします。デビュー以来12試合連続 KO という快挙を成し遂げ、その試合スタイルから浪速のロッキーと呼ばれた赤井選手は爆発的な人気を誇り、ノンタイトル戦ながら全国中継され、世界タイトル獲得は間もないと注目されておりました。14戦全勝の赤井選手に対して王者ブルース・カリーは30勝7敗とすでに7敗しておりました。これまでの赤井選手の数々な豪快な KO 勝利から赤井選手の王座戴冠が期待されており、赤井選手自身も7ラウンド KO の KO ラウンドまで予告していたのでした。初回から激しい打ち合いとなった戦いは、第6ラウンドに赤井選手が左右のフックを上下に打ち込み勝負をかけましたが、王者カリーは応戦し、第7ラウンドになると今度は逆に王者が勝負をかけてまいりました。世界王者への希望は母校の近畿大学記念会館で七夕の日に費やされました。世界挑戦に失敗した後、赤井選手は5連勝を飾っており、1985年2月に大和田雅治選手と戦いました。ぶっ飛ばせよ。お互いにぶっ飛ばしやがって。何言ってんの。ぶっ飛ばしやがって。大和田選手は当時8勝8敗と負け数が多いボクサーで、赤井選手は大和田選手との試合を前哨戦として世界最長戦に弾みをつけるはずでしたが、練習不足の赤井選手は調子が悪く、なんと第4ラウンドにダウンを喫しました。迎えた第7ラウンド、練習不足で気持ちの入っていない赤井選手に対し、普段は弱気で気の優しい大和田選手が闘志を燃やして猛打を振るい、赤井選手は崩れました。赤井選手は意識不明のまま病院に搬送され、脳にダメージがあるため開頭手術を受けました。浅川誠二選手は1989年2月にニコンフェザー級王者となり、強打を武器にニコン王座を5度防衛しました。国内では敵がおらず、世界挑戦を計画している最中、6度目の防衛戦にその利勝選手を迎えました。16勝 11KO 1敗1引き分けの王者浅川選手に対し、その選手の戦績は5勝 1KO 4敗と大きく見劣りし、戦績通り序盤から王者がその選手を圧倒しました。第3ラウンドに浅川選手は連打をヒットさせ、ノックアウトは時間の問題と思われましたが、この試合にかけている園選手は踏ん張り、逆に有効打を放ちました。迎えた第4ラウンド、浅川選手はいつでも倒せると余裕が見えるのですが、この試合が最後の試合と決意し、猛練習を積んだ園選手は、打たれてもパンチを返し、逆に王者をロープ際に詰め、強烈な左をヒットさせ、王者からダウンを奪いました。俊一もあっくん取られています。呆然としています。その俊一自身、何が起こったかわからない表情です。その選手、中尾選手でございます。4ラウンド10カウント KO 勝ち。その後、浅川選手は再起し、世界王座に2度挑戦しましたが、世界のベルトを巻くことはかなわず、2001年7月、不慮の事故で帰らぬ人となりました。ボクシング史上最もパンチが強いと言われたジョージ・フォアマンは、キンシャサの奇跡によってモハメド・アリに敗れはしましたが、その後5試合連続 KO 勝利と45勝 42KO 1敗と、その強さは健在でした。アリへのリベンジがモチベーションとなって KO を続けていたフォアマンは、1977年3月、ジミー・ヤングと拳を交えました。ヤングは20勝5敗の戦績で、パンチ力がなくぎこちないフットワークを使い、防御とカウンターパンチが得意なボクサーで、フォアマンにとって簡単な相手と思われておりました。フォアマンは猛打を振るって襲いかかり、序盤早くもノックアウトのチャンスをつかみました。しかしヤングはモハメド・アリがフォアマンを破ったようにロープにもたれながら防御し、決定打を許さず、フォアマンのスタミナの消耗を狙いました。ラウンドが進むにつれ、頑丈なフォアマンは被弾を続け、心身ともに疲労し、それでも戦い方を変えないので、ヤングの術中にはまり、カウンターをどんどん浴び続けました。迎えた最終12ラウンド、パンチのないヤングはフォアマンを翻弄し、連打を浴びせ、さらに右カウンターをヒットさせ、強打のフォアマンから決定的なダウンを奪いました。この試合後、フォアマンは疲労と熱中症に苦しみ、意識を失いかけたとき、キリストの存在を感じる神秘的な体験をし、28歳でボクサーを引退し、牧師に転身しました。そして38歳でリングに復帰し、なんと45歳の時に再びヘビー級王座に輝いたのでした。